4月4日火曜日ですね。日経金から見ていきましょう。はい、日経金が23円45銭安2万飛び飛び32円35銭ということで、今日は下げたんですね。ちょっと午後から出てしまっていたんで、5番ほとんど見てないんですが、結構やられたイメージです。で、100何十円高でしたよね、朝。朝見たときは。5分足ですね。ああ、もうほぼ、寄り点みたいな感じですね。で、もうずる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 下がって。なんですかね。なんか、ミサイル的なことですかね。ああ、北朝鮮リスク警戒とかいう話出てるんで、そういうことなのかもしれないですね。と思った時の、まあこれですね。石川製作所204円高、1245円ということで。まあこれですね。はい。もう、まあしょうがないですね。まあ、今日、今夜お休みなんですよね。で、昨日が、アメリカ半休ですんで、まあ、売買もそんなにないのも仕方ないでしょうし。任天堂が結構大きく下げてきたということらしいので、任天堂1830円安、35,090 円。約 5% 下落。ですね。まあちょっと一服っていう感じなんだと思うんですよ。で、これが、じゃあどこまで下げるかっていうことで、なんとなく火曜日はチャートの日だっていう風に決めてるんで、まあ、なんとなくなんですけど、ちょっとフィボナッチって、見てみたいなと。フィボナッチリトレースメントですね。高値と安値どこを結ぶかっていうところもあるんですけど、6ヶ月のチャートで一応ここにしますか。ここに結ぶと、だいたい次の下値の目処が38.2 かな。戻し。で、だいたい3万3000円くらい。で、その後が 50% 戻し。で、3万1000円くらいのところかなと。まあ今年の2月の安値から見るとそんなところ、ただ個人的にはこの辺でいいのかなって気がするんで、4月半ばの安値のところからすると、次の安値は3万4000円くらい、38.2% かな、戻しのところ。で、50% 戻し。で、まあ一応その辺が目処かなと、とりあえずは。っていうぐらいですかね、3万。2400円とか、3万4000円ぐらいまで戻して、そこが抵抗線になってくれれば、レジスタンスラインになって、違う、サポートラインになってくれればいいんですが、っていう感じかなと思いますけどね。逆にここやっぱり結んだ線がちょっとこう、ね、抵抗線になってきちゃってたんで、跳ね返されてるってところから見ると、やっぱこれ、ここの安値として考えた方がいいのかなっていう気がするんですね。で、とりあえず下値は3万4000円。で、そこ抜けたら3万、2400円。さらに抜けちゃったら、ここが、だから、多分 61.8% 戻しですね。3万600円付近。っていう感じかなと思います。そんな任天堂。はい。で、流れますかね。ちょっと業種別じゃないや。ランキングだけパッと見ますか。ライズアップの関連が結構今日は一服したのかなっていう感じですね。ライズアップは本体が 11.79% 下落。あとは、ジンズメイト。ホッタマルショー、SD エンター、夢展望。まあ、揃って下落ということで、ザマベロって感じですけど。まあまあ、あとパドか。パド。イデアインター。パスポートは入ってないですかね。あ、全部、あとはリフィター。
はい、同じですね。ということで、まあ、ライズアップは一服っていう感じになりました。値上がりの方をざっと、まあ、補正加工、石川製作所、この辺出てきてますんで、地政学的リスク、地政学リスク、どっちかわかんないですけど、っていう話ですかね。あとは比較的引き続きっていう感じですかね。昭和シェルが結構上がってるんですね。まあ、創業家とのごたごたの中で、あとウェルシアはなかなか、堅調な決算だったということで。確かに、ドラッグストアとかで見ると、ウェルシアって聞いただけで、こう名前的にもなんかおしゃれ感あるし、ちょっと高級な感じするし、なんかヘルシーな感じするし、確かにウェルシアっていい名前だなっていう気はしますね。はい。松清よりは、それはいいですよね。はい。な感じでしょうか。では、JTEC を見てみましょう。JTEC、今日は、6円安237円。上げたらそっくりそのまま帰ってきますね、本当にね。腹立たしい。もうなかなか進まない。なんなんですかね、本当にね。でもまあ、ちょっとこの辺で下げ止まった印象はありますよね、そういう意味ではね。から緩やかに戻していくような感じかなと思ってみてもいいんじゃないかっていう気はしますが、いかがでしょうか。なんか、あ、横に線引いちゃう。うまく繋いでくんないのかな、これ、なんか。まあいいや、こんな感じでサポートしてくれりゃいいんじゃないですかね。はい、ちょっと変なになっちゃいましたが、と思っております。今日は不動産の、なんか、まあ、投資用不動産とか、相続対策用の不動産のセミナーに行ってきてですね。で、まあ、確かに、あんまりこう意識して、一応不動産のそういう投資用不動産とか、相続用不動産の相続対策用の不動産の代理店やってるんですけど、代理店もやってるんですけど、確かに数字で見ると、相続税効果を、相続税の節税効果かなり大きいなとは思うんですよね。3分の1ぐらいまで相続税減らせるんじゃないかなっていう感じはあるんで、で、別に今すぐキャッシュがないと建てられないとかってこともないですし、もうまるっと、全額ローンとかでも多分今いけちゃうと思うので、そういう意味でも確かに使いやすいなと。相続税かかっちゃう方は、まあ、ね、結構かかる方が増えましたんで、以前の。何年か前の、相続税法の改正で。まあ、なので、そんなのが、まあ、ご興味ある方はご相談ください。で、それ行く、この、そのセミナーに行くときにですよ。こう、電車乗っててね。で、こう、電車中、こう、上から見たと思ってた、電車をね。こう、ちょっと一両の中で、こう、扉がこの辺にこう回って、で、座席があるじゃないですか。こうね。で、座るとこなかったら、この辺に立つじゃないですか。ここね。で、まあ、終点とか、まあ、終点じゃなくてもいいんですけど、そこ、まあ、ここに立ってて、で、降りる駅が来たわけですよ。で、ここで、まあ、その扉の前にいるわけなんで、すぐ出られるじゃないですか。私はね。で、でも、なんかすごくこう、ここにもう明らかに、例えば終点だったらみんな降りるし、もしくは明らかにこう降りるポーズをしてるのに、そこをなんか遮って私が一番最初に降りるんだみたいなやつが来るわけですよ。ってね。で、まあ、そこまでして、
もう降りたい、すぐ一番に降りたいと。もうそうじゃなかったら、もうこの辺にもいやいいじゃないですか。ね、この辺に待ってりゃいいじゃないですか。一人二人降りたらすぐ降りれますよ。そうじゃない、もう私が先に降りるんだと。もうドアの前にもぴったりこうね、この辺に座ってたのに来るわけですよ、つって。それがまたですよ。で、だもうそれはもうそれしょうがない。もう、まあ、急いでるパターンもありますから、これはもう急いでいかないと、もう会議に遅れちゃうとかですね、なんかの習い事に遅れちゃうとか、いろいろあると思うんですよ。ね、デートに遅れちゃうとか。そんなことで、ここの待ち構えてんだったらいいと。で、そこまでやるんだったら、もう扉が開いた瞬間に走れと。もう、ピューって行けと。それなら話はわかる。そうじゃない。俺もこう扉開いてピューって言うと、ちんたらちんたら歩くわけですよ。ふざけんじゃないと。もうそこまでやったんだから、もう、一目散に行ってほしいわけですよね、こっちとしては、ね。もうなんか、ここにいる私は私で急いでるパターンはもうありますんで、別に今日は別に急いでなかったですけど、なんていうかこう、何かしらの形でちょっと人に迷惑をかけてるんだったら、それなりのこうポーズが必要だと。そう思ったわけですよね。っていう話で。何の話だったんでしょうかね。で、それさっき任天堂のチャートを見ましたけど、ま、あの、そう、なんとなく火曜日はチャートの話をしようかなと思っているんですが、あんまり私はチャートを見て取引しないんで、どうでもいいんですけど、正直なところ。完全にファンダメンタルズ派なので。ただまあ、こういうふうに見て売買する人もいるだろうし、なんか、どこでぶん投げたらいいかわかんないっていう方はこういうのを参考に。で、ずっと上がってきたっていうようなところで、じゃあ次どこまで下げるのっていう目安は、まあ25日線使ったり75日使ったりとか、そんなんでもいいですし、まあ25日割れちゃいましたから、次75日ってことで3万2000。これいくらぐらいですかね。これで出るのかな。75日で、28,615円、今日のところだと。みたいなところで。まあ、そんな感じ。そんな安いかな。あ、違う、これ50日なんだ。この青が50日なんですね。75かと思ってましたけど。まあいいや、そんなのを、参考にするなり、で、私はフィボナッチを使い勝手いいなと思って使ってるんですけど、まあ、あんまり株価に使うのはかどうかわかんないですけどね。FX でよく使うイメージですけど、を使ったりとかですね。まあ、いろんなものを使って、一応、エントリーのタイミングとかエグジットのタイミングを見る上で使うっていうぐらいな感じでいいのかなと思ってます。まあ、そんな感じで、よく見てみましょう。はい、JTEC が237円ということで、23,700円、マイナス2200円ということになっております。今日、まあ、22,000円ぐらいだったら、ダブルインバースみたいなやつを買いに行こうかなと思ったんですけど、そこまでいかなかったですね。むしろ、ちょっと言ってた、ビックス、日経 VI とかが良かったのかもしれないですね。昨日、ちょっと話しましたけど。こういう時は、買わないとダメですね。やっぱりね。明日下がったら買いましょう。まあ、普通に、ダブル、日経レバー系のものを買いに行こうかなと思います。ということで、7月4日火曜日でした。